ます。よろしくお願いします。前工場が長くなりましたが、東郷牧場春のプレゼン祭りというふうにですね、告知の方には書いてありまして、まあここの人たちは伝統的にですね、プレゼンを中身よりもプレゼンをこだわることが ありまして、で何かというとですね、中身がなくてもプレゼンがかっこよかったらかっこいいことしてるように見えるわけです。なのでこういうふうにここでプレゼンの技術だけを磨いてですね、学会とかでガンガン変なプレゼンをして場を荒らしていくっていう感じに、荒らす、ごめんなさい、荒らすっていうんじゃないですね、場を盛り上げて楽しい学会にですねしていくようにできればいいんじゃないかなと思うわけです。でどうもうちの若いもんとよく言われます、犬こと犬太郎でございます。ツイッター ID この辺に出てます。これ全部僕のツイッターのあれなんですけど、でさっきから牧場牧場と言ってまして、牧場は家畜がいっぱいいるんですけれども、家畜をこうぐるぐるワンワン追っかける牧羊犬っていうのが必要なんですけど、それが僕なんですね。で牧羊犬なんですけれども、まあDBC レースのセンターの中では牧羊犬なんで一番下っ端でございます。で生命科学分野におけるデータの分類であったり、公開というそのデータベースの真面目なお仕事をしております。データベース構築に資する知見であったりとか、そういうようなことに関する調査とかを行っております。でそれは置いといてですね、でせっかく最後なんで全部いろ今まであったことも全部こう終わりよければみたいな感じで流していきたい所存ですので、これからの生命科学データベースの話をしようみたいなのをやりたいかなと思います。でタイトルがですね、次世代おもろい話という感じでやっていきたいんですけれども、早い。生命研究の目的はデータベース作りだというふうに、これ引用ですね、引用なんですけど僕が言ったわけじゃないですよ、なんというふうな話がありまして、でそれがどうかっていうその議論は置いておいてですね、確かにデータベース研究においてやっぱり実験をして、そのここからデータが出てきて、でそのデータをその場限りにしないでデータベースとして保管して、でできればそれをシェア、もちろんそのデータを出した人をリスペクトしつつ、そのデータが終わった、に役目を終えたらデータベースに入れて、それをシェアしてみんなで共有してっていうことができれば、一番アカデミアのライフサイクルというか、エコシステムとしてはハッピーなわけです。ところが最近こうビッグデータとかってよく言われるわけなんですけれども、ビッグデータビッグデータと言ってまして、今日も何回か出てきた話でですね、次世代シーケンサーというシーケンシングというものがあります。でこれが何かというと、ビッグなデータが出てくるものでして、その次世代ゲノム技術というものをですね駆使しまして、次世代シーケンス、大量データの波に乗れとかっていうよく言うふうに言うんですね。さっき二階堂さんがおっしゃってくださってた次世代NGS 現場の会とかでも、こういうスローガンがこうポスターに踊っとったりしてですね、こうイケイケな感じなわけです。ビッグデータなわけです。ところがどっこいですね、適当にこう究極の個人情報だからゲノム読めば何でもわかるとか、そういう感じでですね、データだけドワーッと出しちゃうと、それ出たらさあ何か出るだろうさあみたいなこと言われて、えってなるんですね。で現場はこう大変なわけです。次から次からデータが出てくる、解析を早くしてくれ、やってるよ、メモリが足りない、追加予算は予算そんなに取れるわけないだろうと、そのオンボロ PC で何とかしてくれとかいう流れがあって、非常に辛いわけです。本当にこれは笑い事じゃないです、フィクションじゃないです、怒ってることですからね、辛いんですね。で生物科学研のラボではよくある話なんですけれども、バイオインフォマティクスっていう名前がかっこいいばかりに、こうそれ使えば何でもできるんでしょみたいな感じで、素敵な解析結果その日のうちに上がるんでしょ、よろしくねみたいな、そういう習慣がありまして、でそういうことをしているとバイオインフォマティシャンの人たちがもう大変なことになって辛いわけです。で、研究者がそうやってこう、バイオインフォマティクスの研究者と言われるとよくですね、システムエンジニアとかと勘違いされてですね、サーバーの管理よろしくとかっていうふうにしておりまして、ここに書いてる兄さんっていうのはあの人なんですけど、これを何とかしないと死んじゃうからっていうようなことがあって辛いわけです。でこれ土下座せんといかんわけですね。こういうことばっかりやってるといずれアカデミア立ち行かなくなるわけです。でそのためにですね、こちらでは神戸方面で無敵の NGS センターというのが組まれておりますという情報をキャッチしたんですが、そこにもう全部そっちの人にやってもらったらなんとかなるだろうと思ってたんですが、どうもダメらしいと
二階堂さんがダメだって言ったのでというなんか言葉が一部で聞かれたんですけど、まあ、それとも関係ないです。で、まあ、それはともかくとしてどうすればいいんだろうということになるんですけれども、まあ、レッツ世直しと、まあ、こういう世の中は間違っとると、間違っとるから、もっとみんながハッピーに研究をやっていけるような環境を作ろうというようなことになりまして、でここから、謎の今一枚なんか謎の展開がありまして DBCSRA という謎の単語が出てくるわけでございます。でこれはですね、何かと言いますと、DBCLS-SRA というのはですね、その先ほどから言っております次世代シーケンサーというビッグデータを出すいかつい機械の、データがバカスカ入ってくる公共データベースになります。でこの中にどういうデータが入っているかということを、調べていくというのがまず最初のこの DBCLS-SRA のミッションだったわけなんですけれども、まあ、ビッグデータだわけです。ただビッグデータというふうに、まあ、いろんなところで聞くわけなんですけれども、普通の例えば、インターネットジェネラルな意味でのビッグデータとは違って、ライフサイエンス分野の、ビッグデータっていうのはまあ、リアルタイム性っていうのはいらないんですね。ツイッターのログとかフェイスブックのつながりとか、なんかそういうビッグデータとかはそのタイムコースがすごく重要なんですけれども、その出てすぐ10秒20秒とかっていうのはそんなに問題ではないという意味での即時性は求められないんですけれども、シーケンスのデータそのものは確かに大きいんだけれども、それだけあっても 何のこっちゃわからないので、それがどういう経緯で出てきたかっていうようなメタ情報っていうのがあるんですけども、それがこう複雑だったり多様だったり、あとはまあその人のデータとかがありますから個人情報の保護っていう観点があって、そのデータの共有だったり保管とかっていうのが難しいってこと、それからデータがまあ世界中でですね、これがまあ肝、世界中でっていうところが一つポイントだと思うんですけれども、まあ国内だけではなくてですね、世界中で共有されるという割にはですね、お互いのこうスタンダードっていうのがこうなんて言うんでしょう、そこまで整備されているわけではないので、それが難しいポイントになっていると、まあ、ここテストに出ますと。で、まあ、そういうような状況ですので、まあ、天気が良くて明日もお休みだなと思って仕事をしていてもですね、そういうちょっと結構おぞましい感じのデータベースを扱っていますとですね、心が暗くなってくるわけですね。で、なんかこうなかなかこう詳しく情報が書いてあるわけではないんです、必ずしも。で、ですからこうデータを出す人にはお願いだから、もうどういうシーケンスをしたか、どの生物を使ったかとか書いてください、お願いしますというキャンペーンをですね、これ MBSG でこれ文政なんですけど、微生物学会でお願いしますキャンペーンをしたりとかですね、あとはなんかこうサブミッターがみんなまめにこうフォーマットを埋めてくれる世界が欲しいですと、こうサンタさんにお願いしたりとかですね、しておりましてとかやってるんですけれども、そもそもなんかメタデータのファイルが存在しなくて、ファイルだけあるんだけど、これもどうしたらいいの、でも捨てる、いらないから捨てちゃえっていう風なわけにはいかないので、でもこれどうすんの、どうするみたいな感じになっていることがあるね。で、まあ、そんなことあるわけないだろうと、こうデータなんだからこう何から出てきたかなんか分かるし、そんなのないないと思うんですけど、まあ、そういうことが割とあるんですね、このデータベースは。で、まあ、あんまりにこうそういうものを扱っているので、こうすごいちょっと怖い話みたいなのがたくさん溜まっておりまして、こういうお題で一度すごく語れるのでオファーをお待ちしておりますと言って、まあ僕にとってはシーケンスリードアーカイブではなくて死にたくなるリードアーカイブとかそういうしょうもないことを言っているんですけど、まあいいじゃないですかそんな話はとで、まあまあそういうふうになんかごちゃごちゃこう大変なんだよみたいなことを言ってるんですけれども、でもこうやってこうマルチプレックスっていうのは、これシーケンシング の一つのスキルというか、まあやり方メソッドなんですけれども、こういうふうなことをやったよっていうふうにちゃんと書いてくださっていると、こう僕らもじゃあこのデータをこういうふうにしようとかっていうふうに対応ができるわけですね。宮崎大坊ラボの方ですね、すごく丁寧なメタデータを書いてくださって、僕感動して泣きそうだったんですけど、でまあそういうメタデータとかを扱って、こうデータをきれいにして扱ってとかやってるとですね、いろいろ見ているとこう日本人研究者ってですね、他の国の人と比べるとですね、すごい丁寧にこうデータを書いてくださる傾向があるんですね。これは定量してないので完全に僕の主観なんですけれども、全部測ったら分かんないですよ。別の国の方がもっと丁寧かもしれないんですけど、まあこういうふうにちゃんとこうデータの記述を書いてくれて、それをみんなでシェアしようというふうなこう意思がデータにあるわけですね。そういうのを何とかして生かしたいという気持ちを持って僕は仕事をしているわけです。思えばそういう気持ちがあったのか、こういうデータを出してくれたっていう思いをこうリレーですよね、こうデータを出してくれて、それを次につなげなきゃという思いが始まりだったわけです。ですからこうまあ
なんて言うんでしょう、こういうものすごくこう神経質という神経質というか、まあ、細かい、ま、マネっていうんですか、そういうきっちりした性格っていう、まあ、ある種の国民性みたいなものだと思うんですけれども、まあ、そういうのがたまに嫌だなと思う時もあるんですけど、まあ、こういう分野においてはすごく理想的な性質だと僕は思うんですね。まあ、こういうことを生かしていこうと、これだ、これが俺たちの生存戦略だと。まあどうしてこうなった、まあ、どうしてこうなったかというと、まあ、きっかけは統合牧場だったって、すごい無理やりつなげにいった感じがありますけれども、まあ、こういうふうにやってるとですね、まあ、このデータきれいに可視化してくれる家畜とかって、これ何て言うんでしょう、愛情込みですね、愛情込みの家畜はおらんかっていうふうなことを言ったりするわけです。でまあおらんわけですおらんので常にこう人を募集しているわけですね。でやっぱりこう僕らも DBCLS でいろいろ活動しているわけなんですけれども、僕らだけでできることとできないことがあって、でやっぱりこういうふうに手伝ってもらわないとできないことっていうのもあるんですね。なのでぜひ興味を持った方にはじゃんじゃん来ていただいて、その無下に帰れとか言わないので来ていただいて来ていただくか、まあ、ツイッターで問い合わせていただければいいかなと思います。でまあゆくゆくはですね、さっきから卒業出荷とか何とか言ってますけど、ゆくゆくはもう僕がね、牧羊犬がいなくてももうみんな立派にやっていけるから、でもう僕はマンハッタンに残りますみたいな感じのことを言って、こう次の世代につないでいければ僕はのんびりできるからいいのかなと思って、でこう次世代おもろい話やなと。おしまい終わった感じがしないよ以上です